からですね、懐かしの、旧マイカルルですね、茅ヶ崎サティ、現ですね、イオンスタイル、湘南茅ヶ崎ですね、ちょっと歩いて散策しましょう。野島が入ってますね。もともとはね、エルザっていうのが入ってたんですよ。マイカルの時はですね、カブエルザ。カブエルザが入ってたんですよ。それがですね、今は野島が入ってますね。ちょっとなかなか揺れてるんでね、ちょっとうまく撮影難しいかもしれないですけどね、ちょっと、これはですね、しっかりと撮っていきたいと思っております。あっちが、ちょっと太陽が照ってきましたね。一応気温が今日は一応29度っていう予想ですけども、まあ湿度がある29度なんでね、ちょっとなかなかこういう散策には応える気温ではありますけども、こういうカラーリングしてるんだよね。でも店舗自体のですね、元々の形状は残しつつあるので、まあありがたいっちゃありがたいですよね。こんな感じです。ぐるっと行きましょう。間違えたね。間違えてる可能性あるんだよね。合ってるな。感じのようですね。マルハーンじゃ、マルハーン、茅ヶ崎店、マルハーン。懐かしいなあ、このなんだっけ、あーいい感じですね。これはすごい暑い。久しぶりの来訪なんでね、ちょっとね、松林がね、懐かしいですね。結構この松林が松ぼっくりとかでね、落ちるんですよね、これ多分ね、私もまあ、ちょっとまずは見ましょう。湘南茅ヶ崎っていうですね、名前が変わっちゃったんですよね。結構、まあ海からそんなに、まあそんなにっていうか、まあ結構離れてるんですよね。
なと控えてますね。これが完全にサムネですね。なんか変な人間みたいのがいますね、この左下に。何なんだこれ。これサムネ候補筆頭でございます。何なんだこの人間は。まあ、ちょっとねぐるっと回りますか、この状態で。マヨンスタイル新満ヶ崎のこの雰囲気がまだまだと感じられるのはこれですね。カインズ入ってますね。カインズが、映画館入ってますからね。かなりの大型店舗っていうところがわかります。これも本当ね、ジャスコもあったんでね、もう本当にもう対決姿勢をね鮮明してる。まあ戦国時代で言ったらですね、本当にもうバチバチって感じの領土をですね取り合う、お客さんを取り合うって言ったらですね、そういう戦いだったわけですよ。マイカル茅ヶ崎サティと、ジャスコ茅ヶ崎中央店かな、おそらくそうだと思うんです。今イオン茅ヶ崎中央になってますけども、湘南茅ヶ崎っていう名前になってますよね、こちらはですね。まあこんな感じですけども、まあちょっとぐるっと回りますよ。私に印象ありますね、ここ、この松林がね印象にあります。私は松林印象ありますよ。あっさ日が経ってきましたね。日が照ってなければ最高の散策日和なんだけど、日が照ってますからね。曇ってほしかったな。デイリーうわっ、ソヨランになってますね。はちょっと同じような感じで、ね、一旦これ切りましょう。そうよな、湘南茅ヶ崎大酒大小売店舗、日本製箔株式会社かな、平成3年12月10日こちら提訴ですね。平成7年2月日箔ビル、こんな感じですね。はい、ではこんな感じでですね、ぐるっと一周してきました。線路沿いにありますね。はい、今現ですね、イオンスタイル、
湘南茅ヶ崎店全ですね、マイカル茅ヶ崎サティ、ちょっとぐるっと回ってきました。どうもありがとうございました。